内閣府男女共同参画局長の林でございます。皆様は高い志と行動力で社会をより良いものとするために多大な貢献をいただいており、まさにこれからの時代の女性活躍のロールモデルとなられる皆様方だと感じております。誰もが性別に関わらず能力を十分に発揮し、自分らしく生きられる社会の実現に向けた計画にしてまいりたいと思います。改めまして、入賞者の皆様、本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。賞状賞金の授与は公益財団法人パブリックリソース財団の岸本幸香より、記念品の贈呈はティファニー&カンパニージャパンインクのダニエル・ペレル社長より行ってまいります。そして、この場にご登壇いただけませんでした、フィッシュ敦子さんからも、ボストンから皆様へ熱い思いを届けていただくために、コメントとともに画面を通じて、海を越えて時間を越えたハイタッチで皆様に活躍を称える思いと、これからの活躍にエールをお届けしたいと思います。まず、お一人目の入賞者、NPO 法人若者メンタルサポート協会理事長、岡田沙織さんです。おめでとうございます。居場所のない若者たちに24時間寄り添い続ける。10代の頃は自分の居場所を求めてさまよいながら、万引きやドラッグ、リストカットなども経験したという岡田さん。あの時、寄り添ってくれる大人がいたらとの思いから、2012年に10代の若者を対象に24時間の無料 SNS 相談を始めました。2015年に若者メンタルサポート協会を設立。活動に共感したボランティアとともに、月2万通を超える相談に応じています。岡田沙織様、あなたは地域社会における暮らしの質の向上や、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、勇気を持って自ら行動を起こし、地道に活動を続け、功績を収めた女性リーダーです。よってここに感謝と敬意を込め、2020年度チャンピオンオブチェンジ日本大賞入賞として表彰します。2020年12月7日フィッシュファミリー財団共同創設者フィッシュ東光敦子、代読パブリックリソース財団岸本幸子、おめでとうございます。続いて、ダニエル・ペレル社長よりティファニー社製の記念品が贈呈されます。おめでとうございます。 NPO 法人若者メンタルサポート協会で代表しております岡田沙織です。改めてこの度は入賞で選んでお選びいただき誠にありがとうございます。私自身、先ほどご紹介にもありました通り、日頃、虐待やネグレクト、様々な家庭環境で居場所のない中高大学生、10代の若者たちの支援活動をしております。2012年に自分自身がそういった子供だったという経緯から、はじめはブログで自分の、もう赤裸々に自分の生い立ちを公表しながら、そこにメールアドレスや LINE のアカウントを書いて、みんな同じような子がいたらいつでも LINE してというふうに始めた個人活動でした。そこからポツポツと相談が来るようになり、そして5年前、相談が本当に増えてきたもので NPO を設立しました。とはいえ、こう事業計画立ててこういう活動のために NPO を立ち上げようって言ったわけではなく、一人で始めたことを、ポツポツいろんな人たちが集まってきて始めた NPO でもあるので、もう本当お金は集まらないけど人だけが集まる団体ということでこの5年やってきました。とはいえ、最初は一人でやっていたものが、今は、ボランティアの相談員が約40名、そして運営を手伝ってくださる方たちも20名ほどで、もう全員で60名ほどのスタッフが日々ボランティアで活動してくださってます。で、今回私自身がそういった子どもでっていうふうにやってきて、入賞のスピーチといった時に一つすごくやっぱりリーダーとしてというかお伝えしたかったのが、このコロナでやはり若者たちだけではなくて、相談員の人たちでさえも仕事が大変かもしれないっていうところで、この人たちもどうにかなるような何かできないかということで、オンラインの居場所を立ち上げて、今まであまりこう助成金とかクラウドファンディングっていったものをしてこなかったんですけど、
何かこの人たちが全員笑顔になることができないかということで、もう何か背中を押される思いでオンラインの居場所を立ち上げて、今夜もやってるんですけど、毎日毎日スタッフがオンラインの居場所で、ズームを使ってこういった形で、お帰り、ただいまっていうのが言える活動をしてます。そして一つ言わせていただくならば、この活動してきて約9年、本当にいろんなことがありましたし、応援してくださる方々と同時に、もちろんこう心ない言葉や批判もありました。今回この賞を、ね、いただくにあたってそういった声を耳にしましたけど、そういった方たちにも、その仲間ついてきてくださってる仲間や若者たちだけではなくて、そういった言葉を私たちにこう投げかける人でさえも、私はこう母性や愛というのを自分のモットーとして、リーダーとしても、とにかくみんなにお母さんのような愛を照らすっていうことを心がけてやってるんですけど、経歴上やはり私自身がこう、ね、学歴もなく、そういう家庭環境で育ったという経緯もあって、やはりそういうものが増えてはくるんですけど、どんな人もこういった場でこうやって表彰していただけるぐらいのことができるよということを、私の経歴や活動や身をもって伝えていける活動をこれからもしていきたいと思います。本当にこの度は入賞に機会をいただいても心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。岡田様おめでとうございます。はい、チャットの方にも続々と沙織さんおめでとうございますとコメントをいただいております。さあ、それでは、ボストンにいるフィッシュ厚子さんより、岡田様に一言お祝いのメッセージ、ハイタッチをお願いします。厚子さん、お願いします。今日は本当におめでとうございます。母親のような愛情を持って包み込んでインクルーシブに人を助けていこう。とても心を動かされました。おめでとうございます。ハイタッチお願いします。厚子さん、ありがとうございました。さあ、続いてお二人目の入賞者をご紹介してまいります。性について正しい知識を伝えたい。避妊啓発の学生団体としてスタートしたピルコンは、出張授業や講演、教材開発などを通じて、子どもや若者に正しい性知識を得る機会を、大人に性の伝え方を学ぶ機会を提供しています。さらに、緊急避妊薬のアクセス改善など、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ、性と生殖に関する健康と権利に関する課題に取り組んでいます。 NPO 法人ピルコンの理事長をしております染谷明日香と申します。本日は改めましてこのような講演の賞をいただきましてありがとうございます。実は、昨日私誕生日でして35歳になったんですけれども、大変光栄なプレゼントをいただいたと思っております。まあ、ただそんな私なんですけれども、20歳の時にもう人生終わったなとか、もう生きててもう辛いなって思ったことがあったんですね。それは思いがけない妊娠をして中絶をしたという時でした。中絶手術の当日に、私は当時お付き合いをしていた交際相手から自分の望まない性的な行為を迫られたりもして、本当に深く傷ついて真っ暗闇にいた時もありました。で、女性に生まれてなんでこんなに辛い思いをしなければいけないんだろうと、感じた時でした。そんな中、私の支えになったのは母からの言葉でした。思いがけない妊娠で悩んだ時に、どの選択をしてもあなたの味方でいるよと母は声をかけてくれました。日本の年間人工妊娠中絶件数は今約16万件あります。自分自身も当事者になってまさか自分がと思ったのですが、こうした妊娠について悩む人、まだまだたくさんいます。今コロナ禍でメール相談をやっている中で、特に10代の子からの妊娠したかもしれない、私はまだ親に相談することができたんですが、親には絶対相談ができない、どうしたらいいのかという声が本当に連日のように届いています。そんな中、緊急避妊薬を薬局でプロジェクトというのを産婦人科医の方や市民活動団体の皆様と協力して立ち上げまして、10万件の緊急避妊薬のアクセス改善を求める署名、また要望書を政府に届けることができました。日本の今の状況ですね、世界から遅れて、でも日本だから仕方ないよねというふうに見過ごしたり諦める存在ではなく、若い方々の声を聞き支え、そして一緒に声を届けて、日本のこれからをもっといい方向に変えていけるというふうな希望をこれからも広げていけたらと思っています。本日はこのような貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。結婚するかしないかを自由に選択できる社会へ。弁護士を志した寺原さんは、
女性やセクシュアルマイノリティの人権擁護に尽力してきました。2019年に札幌、東京、大阪、名古屋、福岡で提訴された結婚の自由をすべての人に訴訟の東京弁護団共同代表も務めています。同性婚の法制化を自分らしく生きられる社会を実現するための自分ごととして、より多くの人に感じてもらえるよう、情報発信や啓発活動を続けていらっしゃいます。私が代表を務めますマルチフォージャパンは、同性婚の法制化を目的として設立し活動をしている団体です。今回いただきましたチャンピオン・オブ・チェンジという賞は、直面している社会問題を解決すべく活動していることに対して贈られるものということですけれども、セクシュアルマイノリティの人々が直面している問題、すなわち日本社会における差別、偏見の存在、これを解決するためには多方面からのアプローチが必要です。その一つとして同性婚の法制化は象徴的な位置づけにあると私は考えていまして、これを実現することはセクシュアルマイノリティへの差別偏見を根本的に解消することの大きな一歩になると考えています。日本の社会の一人一人が日本という国をより誇らしく思えるような、そういう未来を一日でも早く実現できるように力を尽くしてまいりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。日本で暮らすブラジル人児童の教育を担う。愛知県豊田市には現在6500人を超えるブラジル人が住み、多くが自動車関連の工場などで働いています。1990年代前半に来日した西さんが、子どもたちがポルトガル語を忘れないようにと開いた小さな教室は、ブラジル政府の認可を受けた日本で最初の全日制のブラジル人学校となり、これまで2000人以上の子どもたちが巣立っていきました。非正規労働者である保護者たちがコロナ禍を直撃する中、食料支援や学費免除で子どもの学びを守っています。今日は皆さんありがとうございました。素晴らしい賞をもらえて光栄です。外国人の子どもたちが自分を誇りに思う大人になって世界で長やっている姿が一番の努力です。私のような人がこうして日本にもに皆さんに認めてられるとは思っていませんでした。私がこの賞からもらったパワーを他の女性たちにも贈りたいです。西さん、ありがとうございました。日本にやってきた難民の若者たちとともに、誰もが活躍できる未来を作る国連開発計画インターンなどを経て、2016年に難民の仲間たちとウェルジーを設立。2019年の難民認定はわずか44人という日本で、難民を共に社会を変革していく対等なパートナーとして捉え、伴走型の就労支援などを行っています。また、様々な逆境を乗り越えてきた可能性あふれるパイオニア人材の難民と、日本社会や日本の企業が出会い対話する機会として、企業研修や教育機関でのワークショップ、一般向けサロンも開催しています。この度は素晴らしい賞をいただいて本当にありがとうございます。渡辺カンコロンガさやかと申します。私たちチームウェルジーは日本にやってきた難民の若者たちと一緒にこれからの未来を作っていくという活動をしています。日本に難民っているのとか、日本に難民って来るのとか、こういろんなクエスチョンマークが浮かぶ方もいらっしゃると思います。実は紛争とかテロとか、あと迫害とか、そういった困難から、でも希望を捨てずに逃れて日本にたどり着くという人たちがいるんですね。難民問題っていうのは、人権だったり国籍だったり条約だったり安全保障だったり、いろんなことが絡んでくる複雑な問題なんですが、政府や国連だけに任せるんじゃなくて、実は私たち社会だってできることがたくさんある。そんなきっかけを LG は、困難の中にあるんですけど、いろんな意思決定をもがきながらしている LG の仲間たちとしながら前に進んでいる状況です。
今日の皆さんのスピーチを聞きながら、もしかしたらこう、社会の課題っていうのは、光の当てようによっては、このすごく複雑な今の社会のこういろんなものを解決していく最前線のこうヒントが詰まってるんじゃないかなっていうふうな、そんなことを思いました。だから私たちの活動を発掘してくださったことにすごく感謝をしています。で、私たちもなんかこの光を次のまた誰かにパスできるといいなというふうに感じています。この度は本当にありがとうございました。おめでとうございます。さあ、いよいよ大賞受賞者の発表でございます。毎年難しいんですけど、今年も大変でした。はい、それでは、発表させていただきます。2020年第4回 CCJA 大賞受賞者、西クレオニオさんに差し上げたいと思います。どうぞ前へおいでください。ムイントパラベン、ムイントムイントパラベン。西様、おめでとうございます。どうぞ会場前方までお越しくださいませ。エスコーラネクター、西クレオニセゴエス様。あなたは地域社会における暮らしの質の向上や、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、勇気を持って自ら行動を起こし、地道に活動を続け、功績を収めた女性リーダーです。よって、ここに感謝と敬意を込め、2020年度、チャンピオン・オブ・チェンジ日本大賞として表彰します。2020年12月7日、フィッシュ・ファミリー財団共同創設者、フィッシュ・東光敦子、代読・岸本幸子、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、ティファニー&カンパニージャパンインク社長、ダニエル・ペレル様より、ティファニー社製のボールが贈られます。フルディザー。Wonderful. You enjoy it. You gave my reason. おめでとうございます。そして、副賞といたしまして、賞金100万円が、フィッシュファミリー財団から贈呈されます。おめでとうございます。それでは西様を囲んで、そして背景に敦子さんも入っていますよ。記念撮影を行ってまいりたいと存じます。それではここで西様に一言ご挨拶を頂戴したいと存じます。ありがとうございます。力ある日々、もっともっとたくさんの子供が勉強できるように、活動を広げていきたいです。そして国籍に関係なくたくさんの女性が自分の力を信じてアクションできるように勇気づけていたいです。ありがとうございました。西様おめでとうございます。それではですね、第2部の方のパネルディスカッションに入っていきたいと思いますが、受賞対象者の西さんに何か一言、コメントというかメッセージをいただけますでしょうか。西さん、本当におめでとうございます。すごい嬉しくて私も、まだ興奮冷めやらぬなんですけど、2008年のリーマンショックとか、今のコロナっていう中で、本当に大事だと思ってること以外のその背景にあること、例えば失業する、住むところがない、食べ物がないってなった時に、私たちはそういうところも柔軟に動くんだっていう声がすごく心に響きました。今目の前でできることは何だろう、こう組み合わせつつの25年っていうのを歩んでこられたんだなということで、本当にこうマイノリティの人たちに常にこう寄り添いながら、こう大きなビジョンを描いていくっていう、かっこいいなって思ったところがもう本当に一番伝えたかったところです。やはりその代弁者となったりとか、それを声を集めて取りまとめる存在っていうのが必要になってくる中、また日々いろいろやらなきゃいけないこととかたくさんある中で、政策提言の活動って何か大きな資金源があるわけではないですし、まあそんな中で続けていって少しでも変えていけるアクションが、その次の世代とか、またこれからやってきた方々とバトンをつなげられたらなというふうにも思っておりますし、またこういった横のつながりっていうのも今後大切にしていけたらと思っております。
これまでは近場とかその地理的に近いところではないと来れなかった、参加できなかった方が、もう本当日本の全国どこにいてもつながれるっていうところは、本当にチャンスでもあるなというふうに感じていて、そこを本当にうまく活かしていらっしゃるのふうに思っています。で、本当に生きづらさを抱えている子どもたちや若者の支援っていうのは、支える側としても労力がいたりパワーがいることだと思うんですが、そういったその支える側ともつながりながら日々活動をしていらっしゃることにエールを送りたいと思います。本当にオンラインという可能性は今年特にやっぱりコロナ禍で出てきたことだと思うんですね。で、私自身その LINE 相談というオンラインで SNS で相談に乗るということ自体はもう8年やっていて、でやはりこう時代が変わっていくともに、一番長く岡田さんやってましたっていうふうにメディアの方がいらっしゃるんですけど、あ、一番先にやっているということではなくて、これからどんどん出ていくツールをいかにこの支援に使えるかっていうのをこう常に考えてるんですけど、今年コロナになってみんなとこうリアルなイベントができなくなった時に、あ、ズームだと思って、ズームでもすぐにオンラインの居場所を立ち上げて、今では毎日、今もやってると思うんですけど、そこでこう帰りただいまっていう、まさにこう居場所がリアルと同じような居場所ができるっていうことを今すでにやっていて、また成長も著しい中で、日本全国の子たちが今まで文字でしかつながれなかった子が顔を見て会話ができることの重要さと、全国どこにいても今すぐ顔を見て話ができて寄り添えるということを、やはりこの数ヶ月で痛感しています。ただ同時によりリアルであって、こう抱きしめることの大切さみたいなこともこうオンラインをすればするほどすごく痛感もするので、やはりそこのオンラインとリアルをいかにこうきちんとバランスをとって支援をしていくかっていうのは非常に思いますし、あと私自身もブログにも書いてますが、10代の時かなり辛い体験をする中でレイプで中絶っていうのも公表してるんですが、そういった時にやはりこう相談できる場所がもう私の時は全くなかったんで、そういったこうセンシティブな部分で、私どももこう中絶の手術の同伴に同行にするっていうこともしてますが、そういったところにこう取り組んでらっしゃる女性の本当に一番辛い部分を支えてらっしゃるっていう、こう染谷さんにも、あ、素晴らしいな、これからいろいろ連携できたらいいなというのを本当に心から思いました。ありがとうございます。2020年は本当にコロナの影響で予定していた性教育講演がキャンセルになったりですとか、まあその一方で困ってる声がメール相談や LINE の中でたくさん聞こえたりっていうような年でした。でも、これは本当にチャンスでもあると思うんですね。そういった、弱い立場にある、子どもたちや若者たち、女の子たちの存在があるっていうことが世にも広がっていって、その脆弱な立場を支える制度のあり方であったりとか、もっとそこに当事者の声であったりとか、もっとこうなってほしいっていうような要望の声を届けて、より良い社会につなげていけるように今後もしていけたらと思っています。今日はありがとうございました。はい、2020年本当に振り返って、皆さんがこう予期もしない出来事が本当に立て続けに起きて、2021年どうなるかっていうことすらも見えない中で、不安をたくさん抱えている子どもたちはもちろんなんですけど、お母さんであったりお父さん、親、大人の方が本当に増えています。で、私普段から言ってるんですけど、やっぱ子どもたちの支援をすればするほど、親である大人たちが満たされてない、幸福度が低くて、それが子どもたちに、一番弱い子どもたちに行くっていうのをこの9年活動してて体感しています。女性お母さんを支援する団体をまた別に立ち上げて、大人の人を支援する形を取っていくように、私自身も次のステージに参ります。この不安のコロナ禍の中で、少しでもこうみんなが希望を見出せるような、顔をオンラインで見ながらコミュニケーションを取って、自分一人じゃないっていうようなことが、大人たちも子どもたちもできるような活動をこれからもしていけたらいいなと改めて思っております。またここの、ね、いらっしゃった方たちともまたご縁をいただき、これからいろいろ連携できることも非常に楽しみに思っております。本日は本当にありがとうございました。2021年は発掘されてないいろんなこう希望だったり困難さみたいな領域っていうのも、発掘する最初に光を当て始める人がいたら、お互いの応援者にこうなれたらいいなと思って、そんな次の21年になるといいなというふうに考えています。皆さんとこれからもつながっていきたいです。改めてありがとうございました。すごく勝負の年だと思ってまして、
今やってる同性婚訴訟の日本で初めての判決が3月にも出ることが決まってるんですね。で、その後他の東京だったり大阪だったり他の地域でも続々と来年は判決が出る年になります。で、それはその地方裁判所の判決なので、どっちが勝っても負けても高等裁判所に行って、最後は最高裁に行くので、最終的には2023年頃に判断がつくとは思うんですが、踏ん張りの年になると思っています。で、将来同性婚が法制化された時に、あの2021年が転機だったなと、その前のこの受賞がパワーになったなというふうに後から振り返られるように来年最大限頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。2020年はいろいろ当たり前が変わりました。制度を変えるチャンスです。フリースクールを作りたいです。子供のために頑張ります。ありがとうございました。2020年から2021年へ、普通なら何ができるって言い切れない、そういう中で、こうした展望を持っている5人の皆様、本当に素晴らしいと思いました。どうぞ皆様、もう一度温かい拍手をお願いします。